必死で手合わせてたよ、本当に。そうですね、ガードウェイコンセルと申します。よろしくお願いします。まずオリジナル曲です。俺とハサミの使い方。俺とハサミの使い方、うまく使えば何でも切れる。俺とハサミの使い方、右も左もどっちも切れる。いつまで経っても操り人形、一度は何かに立てついてみろ。俺とハサミの使い方、うまく使えば何でも切れる。俺とハサミの使い方、過去も未来もどっちも切れる。帰らぬ人を思う時が過ぎて、いつか自分もその人のもとへ。夢と幻の使い方、うまく使えば誰でも落ちる。誰もがうずいてるこの傷跡は、今も昔も消えることなく。声にならない声を上げて、涙枯れるまで泣いてみればいい。いずれ散りゆくこの命の東西南北勝手に指さし、地図と心の進む方に足が向かえば、あなたはいるのか。何が正しい生き方なのか、答えが見つからず今日もまた行く。ありがとうございます。レッドハッサンの使い方というオリジナルソングでございます。ありがとうございます。先ほどね、MC がいねえな、いじろと MC のね、吉川さんとね、昨日ちょっとライブを見に行ってました。ライブ見に行ってたって、私は本当に見に行く方で、今日はコジドラバスをしててるんで、吉川さんは昨日ちょっとね、別のバスの編集としてね、演者で出てたわけなんですけど、私もちょっとですね、遅ればせながら駆けつけまして、モノノミュートに彼らが終わった後に会場に着きまして、大ブーイングを受けたんですけども、そうそう、さっきね、ポルトガル人とブルガリア人の話してたんですけど、クラブと間違えたのか、カウンターでね、お酒飲んでベロベロに酔っ払ってるポルトガル人とそのブルガリア人がいたんですよ。で、まあ友人たちが話しかけられてたんですけど、困ってたような、一応私英語話せる通訳を買って出たんですが、私もライブを聞きたかったのに、その外人2人はカウンターでずっとクラブと勘違いしたのが飲んでまして、その間もその店の店長さんとかですね、バーそのカウンターにいた店員のお姉さんとかを通訳しなきゃいけない、つきっきりで通訳をしていましたが、非常に仲良くなりまして、打ち上げを一緒に行き、でもなんかつまんなさそうで、私に「おい、30分ぐらいしたら俺たちバーに行きたいんだ」って言ってたくせに、結局2時間いやがってちょっと目を離すと、他の初めましての日本人と話を始め、本当に分かってんのかなと思ってたら、あっちはこっちやから、ガドウやこっち通訳して、こっちも通訳してっていう話。でもすごいなと思ったのが、その中の昨日 MC してたちょっと有名な女性がいるんですけど、その方は英語は本当に単語なんですけど、日本語混じりの英語、単語で話してて通じるんですよね。逆に私なんか自信なくしましたけど、本当にコミュニケーションってすごいなと思ったら、そのどっちかな、ブルガリア人の方が言ってました、絵の違うと、耳に話しかけてんじゃない、目に話しかけてんじゃない、俺たちは魂に話しかけてる。だから彼女もそれだから俺たちも分かるんですよ。いいこと言うなと思いましたね。そして11時過ぎぐらいまで
新宿で飲んで、さっきやつ言ってましたけど、雨降ってる中、新宿駅までダッシュして、あいつずぶ濡れになってました。ちょうどね、このギターケースのところのファスナーに、お前、エフェクター濡れてるぜって言って、今日大丈夫かね、すごい心配してたんですけど、あ、戻ってきました、大丈夫だったです。よかったね、今ちょっと君の話終わったところだ。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。よかったよかった。ブルガリア人とポルトガル人の話だ。ああ、心の話か。さあね、そんな不思議なことが起こる地球ですよね、本当にね。あ、地球の話。そう。なんか奇跡のようなことが起こるわけなんですが、そうしてタイミングよくね、学部を開こうとしてるんですけど、どこだったっけな。どれだっけな。ちょっと待って、夜明け持ってきてるの。こっちじゃねえや、そうだよ。こっちだよ。OK、時間なくなる。毎度のことですが。奇跡のようなことが起こる星です。そういうわけで、聞いてください。奇跡の星。熱い鼓動で涙が止まらない。悲しい友の声は何を憂え、ありのままの姿を見つめたい。夢や希望にすがる時は過ぎた。冷たい風にたなびくフラッグ、愛という名の坂を下って、時をかける定めはブラック、過去を巡らすメリーゴーラン。アリス・トゥザ・レイディオ、フォルマイ・マイセル、変わりゆく街は明日なき無常の世界。サラウンディバイ・ザ・ステレオ、ホサン・ユスペル、壊れゆくもののの打座、奇跡を欲しい。振り返れば誰かが泣いている。鏡の中の目が我を憂い、恋する日を待たずに消えてゆく。子供たちの歌は何を祈る。Oh, 人の哀れなダンス、生まれながらに罪を背負って、絶望を笑う皮肉なチャンス、闇を奏でるロックンロールバン。 The picture in the radio without a name、 黄昏が空に映した異常な未来、果てぼれに壁を終わらないロンドンの疾走砂漠の旅。
ありがとうございます。